桜井さん、フィールド競技三段取りの方は、はい、ベスト8が決まりました。決まりましたね、はいはい、現在トップが、立命館大学の原田さん、はい、原田くんで15メートル64、はい、東海大学の伊関くんが15メートル51、はい、筑波大学の井上くんが15メートル49で追っております。15メートル16まで忙しいです。そして、ね、桜井さん、やり投げが国士舘大学の小南君の最後ですか。はい、そうです。ぜひぜひ注目してみてください、はい、トラックレースが行われてますので、なかなかこれ助走が難しいところでしょうかね。はい、そうですね、タイミング取るのが。国士舘大学の小南君が2回目72メートル32をマークして現在3位。この1周63秒です。あ、ちょっと落ちましたか。落ちましたね、この1周63秒、はい、さあラスト300溜めてますね、これは。あ、そうなんですか。勝負に、はい、勝負に徹しましたね、これは、はい、さあ木村くんが来るか。東海大の木村陸は3分42秒台をマークして現在ランキング2位。木村くん来ました、はい。なかなかフィニッシュタイムが機能してない。そうですね、ちょっとご機嫌悪すぎますか。